デジタル化入車線とは、ツイストペアケーブル通信線路で、高速デジタルデータ通信を行う技術、もしくは電気通信役務を指す。上りと下りの速度の異なる ADSL、CDSL、VDSL、長距離向きのリーチ DSL、同じ速度の HDSL、SDSL などがあり、XDSL とも総称する。日本を含む、先進国や、施設構内では、 インフラストラクチャーとして、既存のメタルケーブル加入車線を利用、兼用できるのが長所である。そのため、通信用に光ケーブルやランケーブルなどを新たに付設する必要がない。ただし、XDSL 対応のモデムが別途必要となる。ADSL モデム ADSL は一体のツイストペアケーブル通信線路で、上り下りの速度が非対称な通信を行う。日本では、 収容局から加入者への DSL 通信として最も普及している。技術にも種類がありアメリカ合衆国からそのまま技術を受け継いだアネクサ、ユーロ ISDN と多重化可能なアネクス部、日本方式の TCMISDN の干渉を軽減したアネクス区等がある。リーチッツルは、ベパラダイン社が開発した遠距離での接続の確保を優先した DSL である。 速度は最大でも上下ともに 960kbps と遅いが、その分通信距離が5から 12km 程度と長い。遠距離で損失が大きくなる高周波数の帯域を使用せず、損失が少ない低い周波数の帯域のみを使う。そのため ISDN との干渉も低いとされている。その後、速度を上下 2.2Mbps に向上させた。 RDSL2 が発表された。米パラダイン社では、路線長が 5km の場合 1Mbps の速度が出るとしている。日本においては、ジャニスネットが日本初のサービスを開始し、イゴやフービーピーと様々な会社が提供しているが、RDSL2 方式によるサービスを行っているのは、NTT 西日本四国と関西ブロードバンドのみである。RDSL2 は、 発表当時すでにブロードバンド接続の主流が ADSL からケーブルテレビや FTTX へと移行していたために普及しなかった。CDSL は1997年10月28日にロックウェルセミコンダクターシステムズ社から発表された XDSL 規格。上り最大 128kbps、下り最大 1Mbps が簡易 DSL。 ADSL と似た特徴を持つが、ADSL よりも安価で、スプリッタが必要ないという点が異なる。日本では初期から ADSL が採用されたため普及しなかった。後に発表された ADSL の G ライト規格と類似している。VDSL モデム VDSL、ホームゲートウェイ VDSL 信号をカットする、インラインフィルタ VDSL は1体のツイストペアケーブルで、 他の DSL 方式より高速な通信を行う。100メートルから1.5キロメートル程度の通信を目的としており、それ以上の距離では ADSL の方が有利となる。ADSL よりも広い帯域や速度優先の技術を採用しており、技術革新が大きい ADSL の2倍以上の転送能力を持つ。集合住宅などの支配線盤で、 FTTX を変換し、季節の電話線で、各加入者に分配するために使用されているほか、ホテル客室での高速インターネットにも使われている。蒸気のような利用が一般的であるが、一般向けの ADSL 回線の高速版という位置づけで、ジャニスネットが VDSL を利用したインターネット回線を提供している。理論通信速度は 60Mbps にも上り、 FTTH にも劣らない速度を実現しているが、圧倒的な速度を実現できるのは、VDSL の特性上、NTT 局から 1km 以内の信号減衰の少ない電話回線のみとなる。それ以上の距離になると使用できる、周波数帯が狭くなり、通常の ADSL と同等、またはそれ以下にまで性能が低下してしまう。 使用帯域は0.64から 30MHz で、上り下りとも速度を出せるようにいくつか帯域を、区切り上り下りを交互に割り当てている。そのために、最大速度も現在の光ファイバーの速度を基準に、下りは 100Mbps、上りは 30Mbps から 100Mbps としているものが多い。なお、日本でも、初期の FTTX サービス提供時は、 VDSL の代わりにホーンプナも使われていたが、VDSL が広く普及するとともにあまり使われなく、なった。VDSL2G993.2G993.2 アネックス C。ループ長200メートル以下で、上り下りとも、最大 125Mbps を実現する。日本国内導入例は少ない。VDSLG ファースト従来の VDSL は、 1ガ b p s 前後まで向上している光ファイバー本線の通信速度に比べ低速でありボトルネックとなっていたが上り下り帯域合計で最大1ガ b p s を実現する GHARST 規格が制定実装モデムが開発され一部の ISP で導入が進んでいるすでに VDSL 等を導入済みの集合住宅等において集合装置及び コタクのモデムを入れ替えることで高速化を図ることが可能。XG ファスト、G ファーストから速度を 10GBps に向上させている。ノキアはが2020年商用化予定。HDSL は2体のツイストペアケーブルを用いる送信、受信とも同じ速度の対象型 DSL である。SDSL の2体版とも言えるもので、1体で送信、もう1体で受信を行う。 使用帯域は 200kHz と低いため最高速度は約 2Mbps にとどまるほかアナログ電話回線との多重化はできない。しかし使用化通信線路長は 20km に及ぶ。業務用に季節の構内電話線で用いられている。ただし現在は光ファイバーの付設が進み利用されることは少なくなっている。 SDSL は東京メタリック通信などが提供していた上下速度対象の方式。その技術は ITUT で定義されている XDSL 規格 G992.1 アネックス H で取り決められている。ISDN の INSnet1500 と並ぶサービスとして企業、業務用に提供されたが光ファイバーの登場、普及により下火になった。 しかし普及度は低いものの、現在でもサービスを行っている業者もあり、廉価な対象サービスとして展開されている。速度は上下ともに1 6 0ロ b p s からにメガ b p s が一般的で1 6 0ロ b p s 時には最大6 9トルまでの距離を通信することが可能。なお ADSL 同様に加入電話と共有することができるが、 SDSL の利用の特性上、個々で使うことが多い。その場合には共有した時よりも高速な通信が可能である。ズラムは DSL の回線を集め高速な回線に橋渡しを行う装置、回線収容局などに設置する。なお、この回線を集めることをアグリゲーションと呼ぶ。なおズラムは DSL モデムとしての機能も兼ね備えているので、 加入者側でもズラムの DSL 規格に合致した DSL モデムを使う必要がある。モデムはデジタル変調、復調を行うデータ回線集団装置である。スプリッタはアナログ電話回線から送られてくる信号を電話機のための信号とインターネット通信のための DSL モデムのための信号とに振り分けるための分配、混合機である。ありがとうございます。